地震がございました。宮城県沖で震度5強という、まだまだ10年前の余震が続いているのかもしれません。加えて私たちの目の前に広がる東京湾の首都直下地震も間違いなく来ると言われています。液状化対策も国からの302億という復興費を貸し取り、全く無被害でした元町地区はともかく中町新幕で復興復旧を成し遂げました松崎でございます。有事に強い、私自身も自負している多くの修羅場をくぐりながら経験を積んできました松崎でございます。今日本中が、そして私たちの浦安もコロナという未曾有の危機の真っ只中です。これまで多くの先人先輩が浦安市に押し寄せたピンチをチャンスに変え、危機を乗り切り、こうした住みよい浦安を築いてくれました。このコロナ禍も守りのコロナ対策ではなく攻めのコロナ対策として皆さんと一緒になって乗り切ろうではありませんか。今 WHO の調査でも先進国で最も情けない状態のコロナ対策を強いられているのが私たちの日本だと笑われています。今皆さん方のお手元にコロナ対策のさまざまな情報が届いているでしょうか。9月の19日からワクチン接種が始まります。